おはようございます。日曜日の朝です。はい。今から急いでパッキングをして、ちょっと今日昼か夕方ぐらいに、一等祭編集長と、ちょっと次のレビュー用の機材とか、あと、先日お借りしていたこのインスタ360フロープロの返却とかがあるので、ちょっと急いでパッキングしてから東京に向かいたいと思います。ということで浅草橋に来ましたが、ここが旧技研ベースです。今日は、一等祭編集長と新しい技研ベースの方で、待ち合わせをしております。もともと今日どこか午後の時間に、東京の本当にどこかでお会いしましょうと、なんかそれぐらいのざっくりしたスケジュールだったんですけれども、なんか新しい技研ベースの方で一等祭編集長が昨日作業していたところ、なんか戸締まりがなんかの不具合でうまくできなかったので、なんか今日ずっと技研ベースにいますということでしたので、まあ結果的に僕も初めて行くんですが、移転した方の新しい技研ベースの方に今日は向かいたいと思います。もう移転終わってカレーギークとかも確か今週末だったかなぐらいから営業再開だったと思うので、本当にタイミングよく僕も今回初めて移転した方の技研ベースに行けるという感じです。新しい技研ベースは多分旧技研ベースから本当橋を渡ってすぐのところなので、あんまり最寄り駅とかも変わってないから今まで通りというなんかそんな気がします。多分新しい方の技研ベース、こっちの大きい方じゃなくてめちゃくちゃこのちっちゃい方の道入ったところだったようです。あった、はい、こちらです。ほんとすぐのところに技研ベースありました。ということで新しい技研ベースでこちらピクセル9 Pro XL を受け取りました。はい。次のレビューは、特に福岡ですかね。福岡でこれを使っていろんな写真を撮ったりとか動画を撮ったりとか、Pixel 9 Pro の新しい機能とかを使って、なんか動画を作れたらいいかなと思っておりますが、はい、その受け取りでした。ということで、ここからは、モノグラフィーカメラ&アートさんの方に向かいたいと思います。まあ、新しい個展が開催されているということで、そちらをちょっとチェックするために、お邪魔したいと思います。ちなみに今日の最終目的地は羽田空港です。はい、羽田空港の中にあるファーストキャビンに泊まろうと思います。なぜ羽田空港のファーストキャビンかというと、僕飛行機の時間間違えてて、さらに早くて6時20分にもう出発しちゃうということなんですね。で、まあ、30分前ぐらいには多分ゲート通過しとかなきゃいけないので、その時間に羽田空港に入れる方法がまあほぼほぼないかなと。6時前ぐらいだったらギリギリあるんですけれども、まあ、それ20分前とかで、まあ、ちょっとでもなんか途中ミスがあったら乗れない可能性があって不安だったので、今日はファーストキャビンの方に泊まろうと思います。はい、朝がだから結果早くなっちゃって、もう5時ぐらいには活動開始しないと。5時でも怪しいな。なんか5時にもう普通に身支度を終えて外に出られるようにしておきたいので、ちょっと今日は夜もできれば早め早めの行動で行きたいかなと。なんかこれ外泊しちゃうとどうしてもいつも2時ぐらいまで起きていろいろやっちゃうたちなんで、今日はなるだけ編集とかも早めに終わらせておこうかなと。で、夜の8時にはファーストキャビンの方にチェックインする予定なんで、まあ、そこからもう動画編集とかもいろいろやってしまって早く寝て、明日なんだかんだ別にその飛行機に乗るだけじゃなくて、飛行機に乗ってからさらに
もう9時ぐらいには向こうで仕事やろうと思ってるんで、そう1日が多分長いと思うんですよね。で多分なんか飲み会とかにもまた行くことになるから1日が非常に長くなる可能性があるので、ちょっと今日は早めに寝て、はい、明日万全の状態で朝迎えられるように、動いていきたいと思います。黒木さんの個展お邪魔いたしました。すごくなんて言えばいいんでしょうね、まあ、名称しがたいですね、名称しがたいですが、この砂丘を目の前にして記憶の再現との戦いを描いた非常に長い、実は制作するまでかかっている作品だったということで、もちろん鶏卵石っていうこのもの自体が今回一つポイントにはなってはいるんですけれども、単純に紙っていうその技法ですね、印刷の技法だけではなく、その部分にたどり着くっていうところのプロセスまでが非常に大きなストーリーとなっている良い写真集というか写真展個展でした。でこれから出張に行くから荷物は増やしたくないのにもかかわらず、なぜか僕は間違って写真集を普通に買ってしまいました、はい、それぐらい引き込まれる写真でした。皆さんもお時間がある方はぜひ行かれてくださいということで、僕は今からちょっと秋葉原に一旦戻って、GR のフィルムとか液晶フィルムですね、液晶の保護フィルムとか、あとバッテリーとかを買いに一旦戻りたいと思います。どうもこんばんは、パルシャクです。ということで、今空港近くにおります。で今日も1日 GR3 だけでちょっと写真を撮ってまいりました。なかなかこう使いこなすのが難しいところではあるんですけれども、まあ、ただやっぱりこう起動が早かったり、あと色が結構ニュートラルな感じがしているので現像もしやすかったり、そういった利点があってとても使いやすいなと思いながら、はい、今日一日サボっておりました。で旅の進捗というか、まあ、旅というかこのずっと連泊している、今の状況の進捗近況ですが、昨日結局久しぶりに家に帰って24時間もしないうちに家を出てまた東京に、今戻ってきていると、そういった流れでございますが、まあ、今日は伊藤斎さんから Google Pixel 9 Pro XL をですね、このテクノエッジさん向けのレブ用の動画の作例とかを撮るために一度新しく移転した技研ベースの方に行きまして受け取りをしてきたと、そういったところでそのついでで初めて移転先の技研ベースを訪れたというようなところです。はい、でその後黒木さんの写真展をちょっと、見させていただきまして、こちらが非常に印象深い作品とその現像方法の、ストーリーだったなというふうに思います。はい、まあ、ぜひね、とてもこの鶏卵石という現像方法ですね、面白いですね、見に行っていただきたいなと。特にこの、まあ、卵白を使った現像になるわけですが、まあ、その歴史的背景だったりとかで、現在ではまあ、メジャーな方法ではないんですけども、ただこの現像によって、出る独特のセピアの色ですね、この雰囲気がこの黒木さんが表現したかった、この砂丘の記憶と非常にマッチしていて、僕もちょっと思わず引き込まれた写真が何枚かあってですね、写真集も購入させていただいたと、そんな経緯です。はい、でですよ、その現状のこの旅の中でだいぶ僕体力的に来てるなっていうふうに思ったというか、注意が散漫になってるなと思ったんですけど、今日は1回だけモノレールの中にオゾンポケット3を忘れちゃいまして、はい、ほんと着く直前の
第一ターミナルの駅で降りるときにオスモポケット3を忘れまして、で運よく多分僕の対面に座ってた方がそれに気づいて、その次の第二ターミナル駅のところで駅員さんに預けていただいていたようなんですよね。で僕もなんというかこう、まあこう前職よく取り扱っていた車両だったので、なんか場所とかこと細かに覚えておりまして、まあ、その詳細を伝えたらすぐ見つかったという、はい、っていうところだったんですね。で第二ターミナルの方の改札まで取りに行って、でその時に受取書にサインをしていたというところなんですが、で問題はここからで、その受取書サインした後に身分証を確認していいですかっていうこと で僕財布の中の運転免許証とかを取り出そうかなと思って財布パッて開いたら運転免許証なかったんですよ。で、まあ、ちょっと寝起きだったので、あれ運転免許証どこ行ったかなっていうふうに思ったんですけど、まあそれは一旦置いといて、とりあえずマイナンバーカード出したら、じゃあこれで OK ですっていうふうにオスモポケット3は返していただいたんですよね。でその時にパッと思い出したのが、今週不現者の写真賞の方にこの写真を出すために身分証明書としてのその運転免許証のコピーをちょうどこの今仕事で行っているお客さんの会社のオフィスビルの1階のコンビニでコピーしたのを思い出したんですよ。で多分そこに忘れてきてます、はい、ということで僕の運転免許証が今、豊洲のオフィスビル内にあります、おそらく、はい、まあそこ以外に僕が置いた記憶がないので、はい、ということで、来週の金曜日に、お客さんのところにちょうど行く手だったので、運転免許証をまた取りに帰りたいと思います。念のため明日本当にあるかどうかそこのコンビニに電話しようと思いますが、はい、なんとオスモポケット3を忘れたっていう動画だったはずが、運転免許証を今なくしているとそういう状況にあります、はい、皆さんも長期でこういった外出があるときはですね、トラブルはつきものですので、ご注意ください、はい、僕は運転免許証ある場所は分かっているものの、明日の朝一から福岡に行くので残念ながら、来週まで、取りに行くことができませんが、はい、まあ現状そんなところです。ということで、福岡の方では Google Pixel 9 Pro XL の作例もたくさん撮っていきたいと思いますが、まあ余裕があれば Vlog の方にもこんな感じで撮れてますよというのをお見せできればいいかなというふうに思います。はい、以上プラシャクでした。Yeah, I start to clap. And I start to clap. Cause I'm feeling good.